こんにちは、速稼塾の久保です。まあ私はね、会社の経営もしているんですけども、この時期確定申告なんかね、みんな忙しいんではないかなと思います。で、会社を経営してると、その他にも会社の決算っていうのがありまして、会社の成績をですね、税務署に提出するっていう、そういう儀式なんですけども、その中でですね、不意にこの時期になると、新しいね、税金の申告書が届くことがあるんですよ。皆さんも聞いたことがあると思いますけども、これがね、予定納税というものなんですよ。予定納税っていうのは、昨年の納めた税金をもとにですね、大体今年も同じぐらい税金が支払われるだろうという目測をもとに予定して前もって払ってくださいってものなんですよね。当然ですけども、この予定納税、多ければ後で還付されるっていう仕組みがあります。まあ何にしてもね、昨年と同じ成績が出るなんて分かっていないわけなんですよ。会社っていうのは業績が悪くなることもありますからね。まあそうなると、去年は良かったけども今年は悪いよねって時には、この予定納税が払えないというね。で、払えても今度は事業資金がなくなっちゃって、もう何を原資に商売すればいいのか分かんないっていう状態にもなるわけなんですよ。で、そういった事業の行き詰まりを防ぐために、私たちは知恵を働かせていかなければなりません。そうなんですよね。ここでですね、予定納税の減額申請ってものがあるんですよ。予定納税が例えば1000万払ってくださいねとか、500万払ってくださいねって来た場合、そんなに払っちゃうと会社の運営が行き続きませんと。今年は全然業績が悪いんですと、見通しも立ちませんという時に、この減額申請を出すことによって、事業資金を残してですね、そして再起を図って、今年の税額を正しく納めるところに着地させていくっていう方法があるんですよね。今回はですね、この予定納税の方法を動画を使って紹介していきたいと思いますので、ご覧ください。はい、今回はですね、この個人事業主メモというサイトを使って説明していこうかと思います。タイトルにありますよね、予定納税の減額申請方法、申請書の作成から提出までの3ステップということで、非常にね、簡単にできるようにまとめられています。全体を見てみましょうか。ぐーっといって書類が3枚でできます。以上ですね。で、ちなみにここにね、クラウド会計確定申告っていうね、弥生会計みたいなのもあります。ソフトウェアが必要な方はこちらの方で作成して提出されてもいいんではないかなと思いますよね。で、予定納税の減額申請期間ですけども、7月分第1期分と11月分第2期分の減額申請をする場合は、1月1日から6月30日の間でやってくださいということですよね。で、減額申請書提出が7月1日から15日ということになっています。で、11月分第2期分のみ、減額申請をする場合は以下のようになってますね。まずね、提出日を確認することから始めるのが大事です。それでは上の方行きましょうか。でも、お分かりだと思いますけども、予定納税ってのは、廃業休業をした場合、業績が不振な場合、災害とか強盗にあった時とかね、なんかね、ウイルスが流行ったよ、業績悪くなっちゃったよって時に減額申請をすることができるわけなんですけども、まあ主にはこれですね、業績が不振な場合ですよね。で、いいことの後に悪いことってのは結構あるもんですから、そういう時にね、一気に廃業とかになっちゃいけないんで、その時はちょっと税金を待ってもらってですね、で、事業を健全にした後で、しっかりとお支払いするっていうことがお互いのためかと思います。で、つまり何らかの理由で昨年分の納税額よりも今年分の納税額が少なくなりそうな場合は、予定納税の減額を申請できるってことなんですよね。で、3ステップっていうのを改めて見てみると、減額申請書の PDF を、このファイルをね、ダウンロードして印刷するってことになります。これは国税庁のホームページから減額申請書をダウンロードして印刷することができますんで、ここにありますよね。これをそのまま出せばいいということです。2つ目、6月30日時点での所得金額、控除額などを算出して申請書を完成させるということなんですけども、これ税理士さんで担当の方がいらっしゃったら作ってもらってもいいですよね。ちょっとまあ税理士さんにね、お願いするの恥ずかしいことかもしれませんけども、そういうのもね、事業されてるあなたのことを税理士さんは分かってくれてると思います。全然恥ずかしいことではないです。そういう困難を乗り越えて、やっぱりね、協力してやっていくのが顧問というもんですからね。で、3つ目、完成した減額申請書と添付書類を期限内に税務署へ提出するということになります。まあ、この3ステップなんで、手間としてはそんなにかかりません。で、先ほどお見せしましたけど、ページとしてはただこれだけで済みますんでね。で、まずは、この PDF ファイルをダウンロードするところから始めていっていただきたいので、これをダウンロードしましょう。国税庁のホームページからもダウンロードすることができます。まあ、国税庁のホームページ行ってみましょうか。バッと行くとね、新しいページ開きますよね。
で、ここに、ダウンロードするところがありますんで、このアクロバットリーダーをね、ダウンロードした後に、減額申請書、こちらの方を PDF ファイルでダウンロードしましょう。これですね。これね。ダウンロードは、右上の方に、ほら、このプリンターのマークが出るでしょ。これを押せば、プリントアウトできます。簡単ですよね。で、こちらの方を押すと、ファイルを、この PDF ファイルをパソコンの方にダウンロードしてくれます。ちょっと、戻りますね。失礼しました。で、自宅にプリンターがない場合は、コンビニの印刷サービスでもいいよってことですよね。データを USB に入れたり、オンラインで送ってやってください。これで第1段階目です。簡単でしょ？あと、2つのステップが残ってます。で、2つ目なんですけども、先ほどのペーパーです、これ。先ほどのペーパーを拡大したものなんですけども、上半期の所得税額、ね、それから各種控除額を算出して、減額申請書を完成させてください。これ見ながら書いていけば簡単です。で、予定納税っていうのは7月と11月の2回に分けて納税するものですから、予定納税書が来たからって言ってね、すぐに、支払いなさい。次の日に支払いなさいってものではないんで、ゆっくりと計算してください。で、7月の減額申請をする場合には、6月30日時点での状況で、所得税額を算出します。だから今ね、私2月24日なんですけども、あと4ヶ月ほど、まあ、放っておくっていうかね、そのまま6月30日までの数字がまとまるまで見ておけばいいってことになります。ですんで、上半期の帳簿付けっていうのは済ましておくようにしましょうね、ということですね。はい、で、通知を受けた金額の部分っていうのは、自宅に送られてきた予定納税の通知書がありますよね。びっくりしたやつ。こんな税金あったの？みたいなね。予定納税です。まあ、その金額をそのまんま記入してください。それがここに書いてます。で、その右側の申請金額は下の表が完成したら記入できるようになりますので、順番にこちらの方ね、損益計算書とともに書いていきましょう。これもだからちょっとややこしいんで、税理士さんと一緒に打ち合わせしながら書いた方がいいですね。はい。で、税理士さんのサインをするところがこちら。左側にありますんで、ここにサインしてもらって、税理士さんのお墨付きももらってください。減額申請の理由欄は、各々のそれぞれの事情を記入してくださいということになります。添付書類は、後で述べますけども、基本的には損益計算書でいいと思いますんで、損益計算書をね、書いていただければいいんじゃないかなと思います。で、2ページ目、用紙の裏側なんですけども、申告税見積額等の計算書の書き方を参考にして、下の表の記入欄を埋めていきます。所得税額とかね、各種控除額を算出して、表に書き込んでいくわけなんですけども、まあ、分からないところがあれば、税務署に持っていけば、税務職員が書き方を教えてくれるということなんで、そちらの方ね、税務署の方に行ってみましょう。で、これが2ステップです。まあ、2ステップまでできたら、あとは出すだけなんで、もう大体終わりました。で、3つ目。減額申請書と添付書類を期限内に税務署へ提出する。まさにそれだけです。添付書類っていうのは損益計算書ですから、これは税理士さんに作ってもらってください。7月分と11月分の減額申請しようとする場合は、6月30日の状況で申告納税見積書を計算して、4月1日から7月15日の間に減額申請書を税務署へ提出する必要がありますと、ここ書いてますんで、ここは気をつけてくださいね。なるほどね。やっぱ予定納税っていうかね、事業してると税金っていうのは払わなくちゃならないんですけども、まだ立ってない売上の税金を先に払えっていうのはね、まあ、いささか乱暴な気がしますけどもね。まあ、事業っていうのは本当に終わってみないと、そして入金がないと、本当にどういうお金の流れになったのかわからないってところがありますよね。だからね、なかなか厳しいところなんですけどね。はい、その他にも事業者には、2020年からね、消費税 10% みたいなのもかかってきますんで、このサイトすごくよくできてますから、よろしかったら動画説明欄に、URL をね、つけておきますので、ちょっとね、時間があるときにご覧ください。それからですね、税金で困ったことがあったら、このページを見て進めていけばいいんじゃないかなと思いますから、まあ、ブックマークしておくことをお勧めします。それでは以上です。ありがとうございました。